きなものにはかじりつけ、我らがスター横山裕二、続けることの難しさ、たとえ勝利の道だとしても、向き不向き前向き、今宵もそうなの、楽しい素敵な時間をお届けします。ザ・横山裕二ショー。亡くなったのは4年前、世界の蜷川、日本の演出家映画監督でもあった蜷川幸雄さんはこう言っています。若い頃、僕の時間は未来へ向けて無限にあるように思えた。今僕は週末の時間から逆算する。すると人も風景も、そう、何もかもが違って見えてくる。そして僕は失踪する。失踪っていうのはいなくなるじゃなくって、全力で走るっていう意味ですね。いやー、なんか自分が喋ったこと、思ったことが後にこうやって語り継がれていったら嬉しいなと思います。私が天才横山でございます。この番組は53歳になっています私、天才横山裕二が広島の音や元気を送る1時間のショータイムってことですけども、あれなんですよね、裕二ショーが土曜日オンエアっていうのと日曜日オンエアっていうのが、まあ、再放送もちゃんといい時間に始まったということなので、土曜の夜の魅惑のステージングって十何年間言い続けてたのを、今週から横山さん、ちょっと一個だけお願いします、週末の夜の魅惑のステージングっていう風に言ってくださいって言われたんですよ。そういうことを喋ってるうちにすぐ忘れるんですよね。本当忘れるんだよね。びっくりするぐらい。なんか例えば司会とかで、さあ今から出ますよってなった時に、ちょろっと、例えば、写真撮影のことについてはくれぐれも言ってくださいねとかって、あ、わかりました。皆さんどうも、横山です。で、わー、じゃあお楽しみくださいって戻ってきて、あ、言い忘れた。もう、そんなことばっかりあんだよね。だからさ、もう、誰よりも自分のことが一番信用できないみたいな状況が続いてるんですけど、先週は横山名画劇場横劇第28弾。ということで、福山駅前シネマモードで映画汚れた英雄の上映ってことだったんですけど、いやー、38年前なんですよ。そう、公開されたのが。でさ、俺高校生だったのね。でね、当時、汚れた英雄、まあ、バイクレースで主演が草刈正雄。監督はいよいよ10月の16日公開、身を尽くし料理長の角川春樹監督のデビュー作なんですけど、これ今ね、いろんなものをこう調べたりとか、汚れた英雄でトークしなきゃいけなかったので調べてたんですけど、当時ね、 VHS とベータのビデオのソフトが公開と同時に売られてたんですよ。で、まあメディアミックスって言って、本、音楽、映像、この3つをこの三角形にして、で、新しいメディアとしてブワーッと走っていきますみたいな、今だったら当たり前なんだけど、その角川春樹っていう人が出てくるまでは、映画の宣伝は新聞とラジオのみだったのよ。だからテレビで映画の宣伝をすることはなかったの。で、なぜならば映画の人たちはテレビを甘く見ている。だからテレビなんかでさ、本編の CM とか出すのはさ、みたいな感じだったのね。で、そんな中、角川映画っていうのは、テレビに大量のスポットを打ってきて、バンバン CM 流して、で、バンバン CM から音楽を流す、主題歌を。で、それでみんなが公開前から主題歌も知ってる。で、タイトルなんかもわかってる。で、誰が出るか、どんなストーリーかも大体わかってます、みたいな状況で、さあ、僕たちが得た情報の映画は面白いのかどうかって言って、映画館に確認に行くみたいな作業だったのよ。で、俺はね、その忘れてたんだけど、なんで、その角川春樹っていう人を、こんなに、その、陶酔するほど、
追っかけていったのかとか、憧れ続けていたのかっていうのを、汚れた英雄を38年ぶりにスクリーンで見ながら、そうだったと思ったの。でね、俺は小さい頃に、1976年、犬神家の一族っていうのが、角川春樹プロデュース作品だったんだけど、その、犬神家の一族の時は、ハマってないの。で、第2作、人間の証明。これもハマってないの。第3作、野生の証明。この時に、薬師丸ひろ子が出てくるんだよ。で、むちゃくちゃ可愛い子がポスターだなーって思ってて、お父さん、怖いよ。誰かがお父さんを殺しに来るよ。っていう CM だったの。で、ネバーギバップって言って。っていうのが流れて、なんかわかんねえけど、ゾクゾクすんだけどとかって思って、映画館見に行って、薬師丸ひろ子がむちゃくちゃ可愛くって。で、あ、こういう映画が今流行ってんだって、なんとなく大人の世界を見たのよ。で、そこから映画にハマっていくようになってきて、少しずつ。で、戦国自衛隊っていうのがあるのよ。で、その戦国自衛隊でもう、映画館行って帰ってくる時にはもう別人になってますみたいな。もう将来絶対映画作るけ俺みたいな。俺絶対歴史を変えるけみたいな感じで自転車乗ってさ。で、これ12月公開だったから冬場だったんだけど、帰りの自転車でスピードを出しすぎて、寒いから涙が出てんのか、感動して涙が出てんのかわかんないっていうのをすごく覚えてんの。で、これは、俺が今感動して見てる映画には全部角川春樹っていう名前がついてると思って、で、それがいわゆるプロデューサー、制作者としての角川春樹だったの。で、あ、この人なんだ今と思ってたんだけど、その角川春樹の名前を追い続けて角川映画を見るんだけど、ある日、角川春樹はお金を出して企画を練ってみたいなだけの制作じゃなくって映画監督をしますってなるのよ。で、おぉ角川春樹、監督すんのかと思って見に行ったのが汚れた英雄で、この汚れた英雄が嘘みたいに面白かったんだよ。かっこよかったの。それで多分俺は恋をしたのね。もう参ったの。だから、ただすごいっていうだけの人が制作をするのと監督をするの。両方すげえわ。すげえかっこいいと思ったのよ。あれが多分デビュー作で、あ、そうか、人が作った時、プロデューサーする時は面白いけど、自分が監督するんだったら、あんま大したことないんだって思ったら、こんなに陶酔してないんだよね。それを、いや、38年経っても、むちゃくちゃ面白いんだけど、この映画、とかって思って、でも、その映画業界ではほとんど評価されてなかったりとかするのよ。だから、いや、もっと、角川春樹作品は評価されてもいいと思って、で、監督第2作っていうのが、原田知世さん主演の愛情物語っていうのがあって、第3作、野村弘信さん主演のキャバレーっていうのがあって、で、いよいよ、50億円かけて作った天と地ととかになっていくのよ。た時の、もうなんかわかんない、狂気にも似たエネルギーみたいなのは、中学生、高校生の、もう、少年にとっては、熱すぎるほど熱くって、将来こんな人になりたいよねとかっていうのを思い出したの。だけどこんな熱い思いさえ忘れているっていう。年って嫌だねっていうのと、注意力散漫ってダメだねって思うの。だから今から言いますけど、忘れないように言います。週末の夜の土曜の都のステージング。さあ、横山裕二賞、今週もごゆっくりとお楽しみください。あ、ここのカレンダーめくるの忘れてたと思っている今日この頃、街行く人はどんな姿を私たちに見せてくれるんでしょうか。街角実況中継、今日は草野球の試合が行われているグランドからお伝えします。解説は街角ウォッチャー山田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。晴天の中の草野球、気持ちよさそうですね。実は私が所属しているチームなんですよ。私代打で出場予定なんで、呼ばれたら行ってきますね。あ、そうなんですね。あ、これ日頃のお礼です。どうしたんですか。施されたら施し返す、恩返しです。山田さんもハマってたんですか？そうなんですよ。私、
半沢はサンフランシスコになっちゃいまして。何ですかそれ。あ、間違えました。半沢はロサンゼルスでした。半沢はロスでしょ。本当に半沢はロスになってるんですか。疑ってるんですか。まさにロス疑惑。関係ないでしょう。好きすぎて家でも半沢直樹の名シーンを再現してるんですよ。え、ちょっとやってみてくださいよ。死んでも嫌だね。やってるじゃないですか。私、奥さんにフラワーアレンジメントやってほしいですもん。いいですよね。ああ、直樹って呼ばれたいな。わかります。黒崎検査官に。普通上戸彩でしょ。施されたら施し返す、恩返しだよ。まだやってるんですか。あ、山田さん代打で呼ばれましたよ。投げられたら打ち返す、ピッチャー返しです。ヒット打ってください。街角実況中継、解説は街角おっちゃん山田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は草野球の試合が行われているグラウンドからお伝えしました。バンヘイレンで Can't Stop Loving You、 そして開拓団で街角実況中継、草野球の試合が行われているグランド編ってことでしたけど、まあ、聞いていただいて分かる通りね、開拓団のネタが死んでいるっていう状況なんですけども、まあ、本当にね、まあ、バンヘイレンもお亡くなりになってるんですけど、一周ね、先週番組がプロ野球の延長によって飛んだんですよ。で、先週この開拓団のコントを流すはずだったんです。だから先週はピチピチしてたんですけど、メガマックもネタって一週間でこんなに死ぬもんすかねつって言うぐらい死んだネタを、死にたいの状況のネタをお送りしましたけど、もうさ、今年まあコロナのことがあったりとかして野球の開幕が遅れたじゃないですか。で、まあできないんじゃないかっていう中から少しずつ無観客でやっていって、で今観客5000人っていうところから、その球場の人員の半分までは入れていいですよって言って、今年カーブ戦見に行った方とかもたくさんいらっしゃると思うんだけど、ほら本当思うけど、今年さ土曜日の試合開始ナイトゲームが6時半っていうのが多いのよ。やめて、もう有事賞が飛ぶから飛ぶとね、どうなるかっていうと、先週この人のこととか紹介して散々喋ったのに、もう一回撮り直さなきゃいけないから、またその人のことを思い出して喋んなきゃいけないみたいになってんの。だから今日俺が今から喋るこの内容とかは、先週も思い出しながら喋ってたことだったりとかすんのね。先週出るはずでした。なのでこの方の映画公開前にインタビューしているはずなのに、公開後に公開ということになります。今日のゲストはこの方、横山トークショー Today's Guest。 予告編の出来栄えの良さから本編制作決定、映画実りゆく監督、八木純一郎。八木純一郎、1988年生まれ、岐阜県出身、映画監督、映像ディレクター。幼少期に見た怪獣映画の影響で映画監督を志すようになります。その後日本大学芸術学部映画学科監督コースに進学、大学の卒業制作で監督した映画を機に株式会社タイタンに入社。以降爆笑問題、橋本徹、太田光代などのマネージャーを務めます。2016年に社内での映像制作事業に着手、日本エレキテル連合、脳みそ、まんじゅう大帝国など若手芸人のライブ映像や DVD 収録用のショートフィルムを制作。その後社外のテレビ番組の制作ディレクターとしての活動をスタートさせ、2018年第3回未完成映画予告編大賞では監督作実りゆく長野が堤幸彦賞を受賞します。今回念願の初監督作品実りゆくが絶賛公開中です。今、はい、自分が初めて作った作品が、はい、もう本当に間もなく公開みたいな感じじゃないですか。
そうですね。今の気分はどうなんですか？今は、めちゃくちゃ嬉しいです。はいはいはい。正直なところ。うん。はい。やっぱり小学校の頃から、うん、映画監督になることが夢でしたので、はい。まずそこに、夢を実現できたというところが一つと、うん。あとは今回の映画が饅頭大帝国主演で、はい、タイタンメンバーが総出演でというところで、うん、まあ、自分の大好きな人たちと一緒に作品を作り上げられて、はい、それが公開になるというところでダブルの嬉しさが今込み上げてきております。はい、見せていただいて、あ、はい、でほらいろんな楽しみ方がある作品だよなと思いながら、 ありがとうございます、はい、そのリンゴ農家に生まれた男の子が、はい、その喫音を持っていると、はい。で、いじめられていた過去がある。はい、はい。で、その子が大人になった話。で、はい、この子が実るのか、実らないのかっていう、はい、主人公の名前が実るっていう名前で。そうですね。もうその段階でちょっと親の思いみたいなのがあるから、まずもってじんとくる話で、はい。で、まっすぐな青春映画でもあるし、そうですね。で、やっぱこの爆笑問題さんとこのタイタンの作品だと思った時に、はいはい、タイタンの芸人さんがいっぱい出てくる作品だみたいな、はい、はい、多様な楽しみ方があるじゃないですか。そうですね。ね、で、まずは作品として見せていただいたんですけど、はい、はい。しっかりと、はい、その間を取っていきながら、はい、そのリンゴが実るかのごとく、はい、その主人公が実っていくのかを、こう、ちゃんと見届けていくというか、はい、あ、はい、観察していくみたいな作品で、はいはいはい、で最後に向けて、あ、まさかここでこういう風に泣かされるのかみたいな意外性もあったりとかしたので、はいはいはい、あ、なんかよくできてたなというか面白かったなと思ったんです。本当ありがとうございます。いや、横山さんにそうやっていただけるのめちゃくちゃ嬉しいです。いやいや、とんでもない。僕はね、もうね、八木さんをなんで有志賞を指名したかっていうと、はい、もうとにかく僕も自分の監督作を今編集中だったりとかするし、はい、そうですよね、ええええ、でほら僕の愚か者のブルースの時に、はいはい、それこそ饅頭大帝国来てもらって、はい、出ていただいて、はい、八木さんの作品もっていう話があった時に、はい、あ、そうか、実りゆく長野ってあれ映画なんだとかって思ってたので、はいはい、でも、まあ、ちょっとバタバタしてたから全然聞けなかったじゃないですか。あ、そうですね、もう現場中でしたから。そうなんです。でもう僕は、はいはい、もう自分がこんなに自分の監督作品なのに、はい、そのやりにくいのかと思いながら演出をしてる最中だったのでどうだったんですか現場は。はい、八木監督の現場はどうだったんですか。はい、僕の現場は、うん、まあ、饅頭大帝国っていう自分が普段担当している芸人を、うん、まあ、主役に、使わせていただいてたので、はい、そういう意味ではもう気心が知れて、うんうん、向こうも何でも聞いてくるし、はい、僕も何でも言えるしみたいな間柄だったんで、うん、非常に、やりやすかったんですよ。はいはいはい。はい。ただ、田中洋次さんですとか、はい、山本岳さんですとか、うん、他のキャストの方々っていうのは、まあ、はい、いわゆる他事務所のタレントさんで、うん、普段マネージャーとして働いてる人間からすると、はい、他事務所のマネージャーさんと会話をすることなんてほとんどないんですね。なるほどなるほど。はい。で、そういう方にちゃんと演技指導して、うん、物語を説明してっていうことができるかなと思ってたんで。なるほどね。そこはやっぱり結構気を使いましたし、うんうん、最初はやりづらかったです。うんうんうん。ただやっぱりまあ僕が初監督ってことも多分知っていていただいて緊張してるってのも多分バレて、はい、逆に向こうからこれはこういう風にやってみようかとか、うん、ちょっとこうサポートしていただきながらやらせていただけたっていう意味では徐々に徐々にこう、はい、なんかこう絆が深まっていって最後はなんかこうワンチームでやれてるなっていう感じがしました。うん、これね、はい、その、はい、いわゆるキャスト陣で言うと、はいはい、そのタイタンの芸人さん、まあ、エレキテル連合さんとかもそうだし、はいはい、あと饅頭大帝国がその、まあ、はい、ピン芸人の役で、ね、お互い出てきますけど、はい、必ず楽屋に背中だけでいる Q の2人とか、はい、横山さんタイタンのメンバーのこと知りすぎなんじゃないですかでみんながいろんなところで小さい役とか大きい役とか関係なくみんなで作ってるみたいな感じは作品から伝わるけど、はいはい、僕はその自分も作るのではい。たときに、例えばカメラは照明はとかって、はい、録音はとかなったときに、はいはい、ああいったスタッフとかはどういうふうに集められた、はい、どういう仲間だったんですか？
制作のスタッフでいうと、はい、まあ、今回始まりがそのさっきお話しいただいたみたいに、うん、ちょっと特殊で、はいはい、未完成映画予告編大賞という、まあ、予告編を先に作って、うん、でその後本編を作るっていう普段とは逆の順番だったので、はい、あの映画になるって、まあ、一応号は出たんですけど、はい、本当にこうなるのかって不安なままずっと走ってるような状態だったんですね、うんうんうん、なのでできる限りやっぱりもう僕自身がスタッフを集めたりとか、はい、キャストを集めたりとかっていうのを結構した状態だったので、うんうん、実は撮影のカメラマンは大学の同級生だったりとか、なるほど、はい、照明さんは僕の2個上の先輩だったりとか、うん、割ともうあの仲間みたいなところで、うん、もう本当に自主制作みたいなメンバーで実は作ったんですよ、はい、でもいいな羨ましい。そうですね、うん、まあ、本当に気心が知れて何でも言えるような中のメンバーと作れたっていうのはちょっと幸せかもしれないですね。そうですね、僕は、はいはい、逆に自分にその実力がない、まだ経験値がないから、はいはいはい、そのベテランのカメラマン、ベテランの照明マン、ベテランの音声マンみたいな、はい、みんなを引き連れてしまったので、あ、だからそうだったんですね、はいはいはい、こう撮りたいんですよねって言うけど、はいはい、なかなか撮ってもらえないとか、はい、あとかこういう風にしたいんですとかって言うけど、いやこっちの方がいいんじゃないですかねって言われたりすると、はい、ある意味意見が2つあるから助かるけど、はい、結局僕が譲るみたいな感じにずーっとなっていって、あ、そうですよね、はい、なんか聞くところによるとやっぱりカメラマンさんっていうのはもう本当に、うん、はい、作品をこうなんて言うんでしょう、引っ張っていくというとあれですけれども、そうなんですよ、カメラマンさんがよしと言わないと、はい、撮ってもらえないみたいなの、撮ってもらえないんですよ、やっぱそうなんですね。で僕なんかは、はい、出演もしてたので、あ、そうですよね、ある意味演出を任せてるところも、はい、その助監督とかにあって、なるほど、そうすると助監督と正規のカメラマンだったら、はい、もう完璧正規のカメラマンが強いから、なるほど、だからもうあの、はい、完璧にあの僕が出てるシーンとか乗っ取られちゃったみたいなとこもあって、はい、た時に今回、はい、作品を見せていただいた時にとってもこう、はい、フットワークの良さげな作品だなと思ったんですよ。はい、あ、そうですね、なので多分そういった仲間たちとやってるっていうことも含めて、はい、キャストもスタッフもだから本当にヤギ組だったってことですよね、はい、そうですね、うん、まあ本当に、まあ、あの実は制作のメインのプロデューサーさんとか、はい、監督補って呼ばれる方々っていうのは、うん、実はあの太田さんが、爆笑問題の太田さんが、はい、クソ野郎と美しき世界っていう、うんうん、短編を撮ったんですけども、ブルーリボン監督賞を受賞された作品ですね。そうです、はいはい、そうです。あの作品で、ついててくれたプロデューサーさんとか監督さん、まあ、太田組が、はい、実はもうそのまま丸々ちょっと参加してくれて、いいな、うん、なので、まあ、もう太田さんとの関係もあったりとか、タイタンとの関係もあったりとかっていう状態で、はい、皆さんちょっとやってやるかっていうことで参加してくれた部分もあったので、うん、はい、そういう意味では本当に、まあ、僕みたいなド素人と、カメラマンとか、まあ、照明さんも本当に若い人間と、はい、まあ、いわゆる本当のプロみたいな人たちとがちょっとこう融合しながら、うん、作ってったっていう経緯はありました。へー、いやでも今ド素人っておっしゃったけど、はい、僕はたまたまそのタイタンシネマライブを、はいはいはい、見に行かせていただいた時に、はい、そのまだ予告編だった実りゆく長野、はい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 、が流れたんですよ、はい、劇場で、はい、そうですね、でその段階でもう、はい、いわゆる堤幸彦賞を取ってますっていうのは知っていて、はい、ああ、はいはい、で見たいなと思ってたのを、はい、スクリーンで見た時に、はい、リアルにこれはもう別に持ち上げるわけでも何でもなくって、はいはいはい、あ、これ本編が見たいわって、でちょっとあの予告編ってじんとくるじゃないですか、はい、あ、そうですね、ね、泣ける予告編だったから、はいはい。これ、八木さん、やればいいのにとかって思ってたら、動き出したから、はい。で、ある意味、動き出してることを知らずに、はい。出来上がったぐらいの時に、はい、撮ったみたいよってなって、はい、嘘、すげえ、動いてたんだとかって思って、そうですね。いや、だからこんな幸せなデビュー作ないよなとかって思いながら、そうですね。本当に助けられてばっかのデビュー作というか、うん。本当に、まあ、本当だったらもう本当に予告編で、はい、まあ、グランプリは取れてないので、うんうんうん、終わってる作品だったんですけど、はい、そこからやっぱり形になったっていうのは、まあ、うちの社長も含めて、うん、
あのキャストスタッフさんも本当携わってくれた方々のおかげでしかないと僕は思っているので、はい、まあ本当に感謝しかないですね。これあの、はい、いろんなことをちょっと具体的に聞きたいんですけど、はい、例えば、はい、台風のシーンとかあるじゃないですか。あ、はいはい、あれと、はい、あそこのシーンの風とか雨とかっていうのは、はいはい、ちゃんとスタンバイがしてあるんですよね。あれはスタンバイしてあります。ああいう時って、はいはい。すごいドキドキするでしょ。ドキドキします。なんか、役者さん濡れるし、はいはい。スタッフとかの準備も大変だし、そうですね。なんか俺今大変なことやってんぞって、はい。思いますよね、はい。思いますね。ね。はい。それやっぱ横山さんも、そうなるんですね。いや、僕も大雨のシーンがあったんですよ。はい。はい。で、夜中3時4時ぐらいに、はい。加藤正也、熊切あさみ、はい。あと、川谷拓造さんの息子の西田中さん。はい、ずぶ濡れでやるシーンがあって、はい、で雨降らすじゃないですか。はい、あの時のもういたたまれなさというか、はい、そうですよね。なんかああいうのってあるじゃないですか。周りがすごいうなってくる中で自分だけが追いついてないみたいな。わかります。もう本当ヒリヒリしますよね。だからあのシーンとか大変だっただろうなとかと思いながら、はい、いや思います。その本当になんか自分のちょっとした判断が、うんうんうん、一歩でも間違ったら、はい、なんかとんでもないことになるんじゃないかっていう、うんうんうん、でもう後に戻れない怖さみたいな、はい、あとでもやるしかないっていう、はい、いまいちだと思っても OK 出さなきゃいけないんじゃないかみたいな、それもありますね。僕はそっちもあったんですよ。はいはい、もう本当はもう一回やりたいけど、はい、血のりもいる、もう洋服も濡れてる、乾かさなきゃいけない、はい、そうすると日が昇ってくる、そうですね、で雨もう一回中なんかスタンバイしなきゃ、はい、もうそれが嫌で、はいはい、オッケーですって言ったけど、いや本当はオッケーじゃねえんだよとかって僕は思ったんですよ。いやーめちゃくちゃわかりますよ、うんうんうん、おっしゃってることね。やっぱそういうところは何個かありますね。ということで今日のゲストは映画実りゆく監督八木純一郎さんってことですけども、もうねリモートとかじゃなくって本当普通にお会いしていろんなお話聞いて、で番組収録してその後飲みに行きたいっていうそんな気分だったですよ。でやっぱほらお互いにまだまだ未熟な監督だったりとかするから、思い通りできたこと、自分の想像以上のことっていうのとともに、いやいやこんなはずじゃなかったっていうこともいっぱいあったりとかするじゃないですか。まあ俺にとって一番こんなはずじゃなかったっていうのは先週八木さんの回が飛んだっていうことなんですよ。でほら上映前にオンエアだったのが上映後になるっていう、どうなるかっていうと、この後来週とか身を尽くし料理場とかどんどんずれていくってことだったりとかするんですよね。困ったもんだ、実らなかった。そんな実りゆく監督八木純一郎さん、まだまだ続きます。あとね、はい、そのどのぐらい撮ってどのぐらい切ったんですか。うん、切ったので言うとほぼ切ってないですね。うん、あ、なるほど。はい、ほぼ切ってないんですけど、うん、やっぱり撮影期間があれ9日で撮ったんですけど、はいはい。そう最初に繋いだ装着がもう90分ちょっとだったんですよ。あ、そうなんですか。はい。で、うんうん、どんどんもう切って、まあ、あの、単純にその、まあ、なんて言うんでしょう、間を詰めたりとか、はいはい、そういう感じで仕上げていくと、うん、だいぶ短くなってしまって、うん、ちょっとだけ追撮したんですよ。あ、なるほど。あれ、はい、途中でビデオで撮ったかのようなシーンがあるじゃないですか。はい、あ、はいはいはい。あれがそこ？あれはそこです。もう僕が、うんうん、本当にちっちゃい一眼で、あの、まあ、まんじゅうの二人追っかけてるっていうか、はいはい、本当に単独とか、タイタンライブの合間とかに楽屋でバーって回してたりとか、うん、そういうのが、まあ、追加されてってるような感じですね。じゃあ、追撮の場所わかるわ。あれ、ここだけ。そうですよね。あえてなんか、画像が荒いから。はいはい、そうなんですよ。意図的にそうしてんのかなとかって思ったんですよ。いや、あれはそういうことです。なるほど、なるほど。はい。はい。あとね。はい。その、僕が、あの、すっごいくだらないこと言っていいですか。はい、全然いいです。橋本小雪さん。はいはい。が、はい。あの、飲み屋で、まあまあいい女というか、そうですね。ちょっとミステリアスな感じの、はいはい。女の人じゃないですか。はい。あの、小雪さんが作る水割りが薄いです。
それやっぱプロの酒飲みからするとやっぱそうなりますよね、はい、焼酎の水割りはもっと濃くないと継ぎ方はウイスキーの水割りの継ぎ方なんですよ。でもうその焼酎じゃこんなベロベロになんないからねとかって思いながら見てなるほど。結構橋本小雪さんが、うん、今回初めてやることが多くて、はい、実はそのまあお酒を作るってことも初めてで、うんうんうん、一応まあプロの方に教わりながらやってたんですけれども、はい、それでもやっぱりちょっとぎこちなかったりとか、うん、ちょっと初々しい部分は見え隠れする部分はあったりとか、うんうん、あと原付に乗る場面があるんですけども、ありますね、原付も撮影の2週間ぐらい前に自分で撮ったんですよ、うん、へえ。だからもう本当に撮りたてほやほやなので、うんうん、走ってるシーンをよく見ていただくと結構ガチガチなんですよね。ああ、なるほどね。でも、はい、はい、エレキテルのお二人は、はい、なんかとっても未来を感じるような感じがして、はい、これからも多分この作品を機にご覧になった方とかが、はい、その役者としての認識みたいなことも出るんだろうなとか。映画、実りゆく。落石注意の看板に落石して、うん、看板が潰れてるんですよ。あ、それもともこもないね。そうです。長野県のリンゴ農家の跡取りとして生まれたミノル。おい、来んな。東京。お前はリンゴ屋だろうに。ミノルにしかできないことがきっとあるな。何がお前だ。それでいいの。信頼取り戻さんと。よっしゃ。やってやる。お母さんに聞かせて。朝家で寝てましたらね、ピンポンピンポンピンポンって言うんでね、全問正解したんじゃないかなと思ったんですよね。舞台上だけど思ってねえもんな。笑顔にさせたい人がいるから。実らせなさい。実りゆく。長野県下伊那郡松川町にリンゴ農家の跡取りとして生まれた実。母親の死後、父親と二人で農園を切り盛りする彼は、週末になると一人東京に出向き、お笑いライブに出演していた。生まれつき喫音を持つミノルだったが、舞台に立つ時だけは流暢に喋れた。ミノルはリンゴ農家として生まれつつも、お笑い芸人になるという夢を抱いていた。そしてリンゴ農家を継ぐ者は、25歳になる年に町を治めるリンゴの神様に挨拶をし、一人前のリンゴ農家として認めてもらう奉納祭に出なければならなかった。しかし、ミノルが受ける奉納祭の日は、和芸グランプリと呼ばれるお笑い芸人なら誰もが目指すべき大会と同じ日。笑いに進むのか、リンゴを継ぐのか。第3回未完成映画予告編大賞、堤幸彦賞受賞作品、実りゆく長野を完全映画化。八木純一郎監督作品。いや、なんかいろんな方々がここでいろんな可能性を見出していったし、はい、で、あとほら、爆笑問題のお二人が出てらっしゃるシーンそうですね、ジャンクのシーン、はい、があるじゃないですか、はい、あれとかは、はい、ジャンクが終わってから撮ったんですか。あれは、うん、実はクランクイン当日で、うん、初日に撮って、はいはい、僕もガチガチだったんですけども、うんうん、曜日っていうと日曜日に撮ったんですよ。なので、うん、日曜サンデー終わりで撮ったんですよ。あ、なるほどね。はい、はい。いや、あそこだけ、ちょっとドキュメントみたいな、そうです。ムードもあったりとかするし、そうですね。でもカット割って、話が繋がったりとかするから、はい、結構このトーク何回かやってもらったはずだよな、とか。いや、やっぱ横山さんすごい全部バレますね。で、越崎さんいたりとか、あ、そうですね、ザキミヤさんいたりとかして、みんないるから、あれ、これジャン君の時撮ったんかな。でも意外とはい、ちゃちゃっと撮ったように見えるけど、はい、まあまあ手間かかってるよと思いながら本当にすごいですね、横山さん。もう全部見抜かれますね。でもあれ気使ったでしょ、はい、あれ、まあ一番そこがやりづらかったですね。うん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 、本当にまず撮影、まあ初日なんで僕もガチガチに緊張してるんですけど、はい、爆笑問題の二人が、うん、台本を読んできてないってことが当日判明しまして。はいはいはい。で、こっちがこう、組み立ててた設計図が全て狂ってしまって、うんうん、これはまずいなと思ったんですけど、うん、まあもうでももう、お二人の番組っていう設定ですし、はい、それはお二人がやるんで、うんうん、もう、まあ、ミノルくんっていう喫音の子が入ってくるので、はい、あとじゃあお任せしますっていうふうに、ほぼもうアドリブでやっていただいたら、さすがもう爆笑さんで、うん、もう見事なリアリティを持った場面を撮らせていただけたっていう感じで、はい、逆に助けられた感じですね、ちょっと。いや、でもあれだったですよね。
はい、ちょっと撮らされてる感みたいなのもあって、で、このシーンこんな長くいらないよねっていうぐらいの尺がありますよね。そうですね。あれは本当はでも3倍ぐらいあるんですよ。で、やっぱアドリブなんで、もう、そうそう。2人とも止まんなくなっちゃって。あ、なんかそれはすごいわかりますよ。はい。でも、なんかああやって、やっぱ爆笑さん出たことによって、はい。この作品が、僕ね、どっちかなと最初見る前に思ってて、はい、タイタン色を出さないのか、はい、出すのかって思った時に、はい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 、あ、逆にガンガン出してくんだっていうところが逆に分かりやすかったし、はい、で、なんかそれが別に嫌味ではない状態だったので、はい、あなんかとってもいいよなとかって思いながら見させていただいて。よかったです。もう本当にタイタン色がむき出しになってる感じで。うんうん。これ、ね、あれじゃないですか。はい、ほら、吉本とかって、はいはい、今、吉本映画祭があったりとかして、それこそ、監督させたりとか、役者させたりとかして、自分とこのコンテンツガンガン作っていくみたいなことやってるけど、これでなんかまたタイタンもこういうことができるんだな、みたいなのが、そうですね。なんか証明されたよな、みたいな気がして。はい、そうですね。うん。やっぱり僕は本当に、まあ、マネージャーとしてタイタンで働いているので、はい、やっぱり、まあ、爆笑さん含めて、その、お笑いと、を生業にして生きてる人たちが、まあ、どういう思いで、どういうことを伝えたくて、こう、生きているのかっていうのは、やっぱり、マネージャーとしても伝えたいことだったので、そういう形でも、こう、タイタン、総出演、タイタン、オールタイタンで、映画を、お笑いの映画を作れたっていうのは、本当になんか良かったなと思いますね。そうですね。で、やっぱり、その、はい、その見せ場みたいなところが、はいはいはい、主人公たちがピン芸人じゃないですか、はいはい、そうですね。だから笑いのシーンを撮るのって、はい、実はものすごく難しいじゃないですか、ステージシーンとか。でカット割るとつまんなくなって、はい、でも、はい、そうなんです。カット割らないと逆に普通のテレビと変わんなくなっちゃうしとか。そうなんですよね。あれとかも大変だったでしょ。大変でしたね、うん、やっぱり笑いの持つ独特の空気感とか、はい、それこそさっき横山さんおっしゃったみたいな間とかって、うん、やっぱどうしてもそがれてしまうので、はい、映像にすると、うん、やっぱそこをどうするかっていうのはすごく悩んだんですけど、はい、やっぱりその過去に、まあ、お笑い芸人を主人公にした映画ってたくさんあったと思うんですけども、うん、はい、結構俳優さんが演じてらっしゃったりする部分も多いんですね。俳優さんがなんかお笑いの人の役をやってるってことですよね。そうですね、はいはい、ただ今回は本当にまあ、現役のお笑い芸人が芸人役をやるので、うん、そういう意味ではあんまりこっちがいろいろやらなくても、はい、もう映像の中にこう染み込んでくるというか、うん、なんかもうすでにそこに存在したっていうのは、はい、逆になんか、あ、これが本物だっていう感じはちょっと手応えとしてありましたね。ああ、俺はなんか見出してすぐに、はい、ファーストカットが楽屋からステージまでワンシーンワンカットじゃないですか。はい。あれとかは、はい、八木さんのなんか気合、よしみたいな、はい、シーンだなと思ったんですよ。ああ、ありがとうございます。あれはなんか、竹内さんが主演のっていう、はい、ことでもあるけど、はい。あれはなんか、八木さんの心意気のカットだなと思って。はい、ありがとうございます。なんか、あそこで俺は鳥肌がバーッと立って。はい、うわぁ、すごい。だって、ほら、新人監督の新人、その、はい、ファーストカットじゃないですか。そうですね。うん、ただ、はい、いや、なんか、細かく割るんじゃなくて、持っていきたいよね、はい。主人公と一緒に歩きたいよねって言って。はい。はい。光に向かっていきたいよねみたいな感じが。そうですね。はい。ああいった思いとかがもうガンガンに伝わってきたので。もうまさにその通りです。いやでも本当ぜひリスナーの方には見ていただきたいし、はいはい、そうですね、で興味を持ってもらいたいし、はい、でストーリー自体も本当に涙が出る親子の愛情の話だったりとかするので、はい、そうですね。これ八木さん、はい、実りゆくの実るくんは、はい、なんとなくネタバレにならないようにですけど、はい、ちょっと実りそうじゃないですか、はい、そうですね。ねえ、はい、でこれ八木監督は一作目撮って、はいはい、一応夢を叶えたじゃないですか、子供の頃からの。そうですね。はい。これどうなるんですか、八木監督っていうのは。僕自身ですか、うんうん、僕はそうですね、まあ今、やっぱりマネージャーとして、タイタンにいて、監督させていただいたっていう部分があって、はい、当然、やっぱりこの先も映画監督として、はい、作品を作り続けられたらいいなと思いますが、うん、まずはこの実りゆくという作品を通して、はい、監督としてもマネージャーとしても、うん、まあ、タイタン含めて携わってくれた方々に恩返しができたらなっていうのが今の率直な感想ですね、思いですね、うんうんうん、
そうですね、はい、まずはこれをちゃんと皆さんに届けてからですよね、はい、そうですね、うん、はい、いやでも僕はあの一映画ファンとして、はい、あのまた新しいジャンルの映画だなと本当に思ったんですよ。ああありがとうございます、はい、でそれが、はい、あの小さな作品で、はい、ちゃんとまっすぐに映画を作ろうとしている作品だったので、はい、あなんかこう、めちゃくちゃ嬉しいですね。作品の佇まいがとってもまっすぐだったので、はいはい。あの、素敵な作品だなと思ったので、ぜひ、あの、本当に、リスナーの方、劇場に足を運んでいただいて、はい、この、実りゆくの世界を堪能していただければと思いますが、はい。最後にあの、リスナーの皆さんに何かありましたら、監督としてお願いします。はいはい、ありがとうございます。はい、この、実りゆくという作品ですね、図らずも今、コロナが、全国に蔓延して、人と人との距離が離れていることがいいこととされてしまう時代になってしまい、なかなかこう、自分の思いを伝えるということができない時代になっていると思います。そんな中で、主人公の実るという青年は、自分の大切な思いを一番大切な人に届けるべく、奮闘するという青年の物語になっています。自分の思いを人に届けるということが、いかに大切で美しいことかということを作品を通して訴えておりますので、ぜひ、劇場の大スクリーンでご覧いただければと思います。本当によろしくお願いいたします。はい。八木さん、でも、はい、はい、イミジクも今おっしゃったけど、これ、はい、コロナが明けたら、はい、また僕、シネマライブとか、はい、G 通信ホールとか行くつもりなので、ぜひ、また終わってからちょっと、はい、ノー君とかと一緒に飲みましょうね。あ、そうですね。ぜひ飲みながら。俺もう、ほんと聞きたいこといっぱいあって、はい、まだ、俺実はメモってんすよ、はい、いろんなことを。あ、本当ですか。はい。だけど、それの3分の1も聞けてないので、はい、ぜひまた今度飲みながら話しましょう。そうですよね。ネタバレの部分とかも、やっぱり、はいはい、今話せない部分とかもあったりすると思うので、うん。いや、逆に僕も、広島行かせてください。あ、もう、待ってます。はい。今本当に、はい、担当のタレントさん誰でしたっけ？今はでも若手なので、もう本当、まんじゅうとかエレキテルとかウエストランドとかもうみんな、うん、はい、引き連れていきますので。わかりました。ぜひ横山会をさせていただいて。いやいや、とんでもない。でも、お待ちしましょう。ぜひぜひお待ちしてますんで。ぜひ、お願いいたします、はい。またたっぷりとお話しさせていただければと思います。はい、じゃあ、今後ともよろしくお願いします。またこれが、はい、ヒットしたらお招きします、はい、番組に。頑張ります。もう死ぬ気で頑張ります。うん、でも、タイタンの所属のタレントさん、はい、皆さんにもよろしくお伝えください。とんでもないです。ありがとうございます。はい、今日はどうもありがとうございました、はい。ありがとうございました。大ヒットお祈りしてます。はい、ありがとうございます。失礼します。ではここで一曲。映画、実りゆく主題歌。グリムスパンキーで、By Myself Again。ザ・横山雄二ショーということで、今日のゲストは映画実りゆく監督、八木純一郎さんってことでしたけども、まあ、東京ではね、10月の9日から上映スタートということで、新宿の武蔵野館っていうとこなんですよ。広島では東宝シネマズ、緑だったりとかするんですけど、この新宿武蔵野館がね、9日から実りゆくを始めて、その2週間後の10月23日から、俺が初プロデュースで出演もしている加藤雅也、犬飼敦弘、岡村泉、矢沢英子、陽子、横山由志の出演作の彼女は夢で踊るが上映ってことなので、実りゆくが終わったら俺のなのよ。だから本当は実りゆくの宣伝とかどうでもどうでもいいんです。僕はなんならもうこの週も自分の映画の宣伝をしたいっていうつもりだったんですけど、まあほらタイタンってことなので、爆笑問題さんと絡みもあったりするし、エレキテル連合さんにもお世話になってるし、脳みそくんとも仲良くさせてもらってるし、いろんなタイタンの芸人さんには僕らも頭が上がらないので、八木さん、いい環境で撮らせていただいたので、今大ヒットしてるんじゃないかなと思うんですけども、お互いに次回作も頑張りましょうねっていう思いを込めて、ぜひぜひ、実りゆく、皆さん、とっても心温まって泣ける作品になっていますんで、足を運んで応援していただければと思います。さあ、君こそスターだです。広島で活躍するまたは活躍を夢見るアマチュアアーティストを応援するザ・スターは君だですけども、最近はメジャー系のミュージシャンの方々がここで自らの近況を報告するというコーナーになっています。今日は10月の21日に発売で、12月の9日には無料配信ライブもやる
というスーパービーバーの新曲をお届けします。ということで今日の君こそスターだはスーパービーバーコッパコをお届けしてますけども、スーパービーバーさ、まあ、この番組にもね来ていただいたりとかしてメッセージいただいたりとかも先週もしましたけども、すごいんだよ。12月9日ですけども、15周年のアニバーサリーライブ都会のラクダスペシャルやるんですけど、これね全席空席生配信渾身アット横浜アリーナということで、横浜アリーナで配信ライブを無観客でやって、しかも、無料で見ることができるっていうことなんですよ。なので気になる方、好きな方、盛り上がりたい方いらっしゃったら、ぜひぜひ12月9日配信ライブご覧になってはいかがでしょうか。ということで今週もお送りしましたザ・横山裕二ショー、ではまた来週。